ったんだけど、でも結構入れたみたいですね。大丈夫でした皆さん。ちょっと今帰ってきてからちょっとバタついてるんだけど、やっといけた。トゥルントゥルンになった。毛先も綺麗に切ってもらって。ということで今日は、ちょっといつもとね場所が違うのですが、まあなぜかというと、なぜでしょうか。ウーランちゃん見ます。明日はもうね、メール届いたかな？届いてる？ああ。ちょっとドボン。30秒でやってくね。届いた。2時起きではない。私は、4時くらいかな。ってことで、ご飯をまだ食べてないので、見て。なんかさ、爆買いしちゃったんだけど、コンビニ。なんか、そう、電車とかが動いてない時間で、ショールームも朝したかったんだけど、おっとっとっとと、そう、早いでしょ？4時とかショールームがもはやできない時間なんですよ。今日の夜ご飯はがっつり買ってしまったセブンイレブンの肉あんかけチャーハンがっつり買ってしまったよと、大好きなセブンのだし巻き卵です。ね、なんかさ、みんなが大変そうって思ってたけど、私もとうとうそんな時期になったら、56分30秒いけるかな。いけてほしい、みんなには。言うの遅かったかも。コンビニで1000円、1人1000円は爆買いじゃない？そんなことない。いた。梅こぶ茶とマークナトイゾンさんとタカさん、ありがとう。ことで、もう今日ね全然ご飯食べてなくて、もう胃がすっかすかなのよ。からもういただきます。いただいちゃいます。そうだから明日4時起きだから、今日はね早く寝ないといけないんですよね。早く寝ないととかじゃないよね。もうなんか漏れてんだけど。よいしょ。ちょっとティッシュ。どうなってんのよこの人。あ、終わっちゃった。ゴルフより早いってどういうこと？いや、そう、起きてたいんだけども、私今日もね実際寝てないんだよね。実は3時間くらいしか寝てなくて、さすがにこれで起きていったらね、何時間もさ、なんだよこれ、ティッシュが使えないんだけど。怒ってるよ。こうしたらいいんだね。そう、もともと今日も稽古だったからさ、そう、今日は結構朝早くてあんま寝れんかったから、
どうしたらいいの。そうなの。だからちょっと次、じゃあ59分30秒です。ねえ、明日雨らしいね。最悪 P じゃん。最悪 P。てことで、せーの、いただきます。テレビね、大きい。しかも壁掛けで。久しぶりにホテル来たんだけど。あ、今ゴールデンベッドタイムか。あんかけチャーハンいただきます。うん、うん、エビチリチャーハンにするか迷ったんだけど、すごいお肉が食べたくて。うん、うん、うまっ。うん、うん、涼介二号さんと加藤健さんとオプティミスさん、ありがとう。近いよ、セブンだよ。コンビニ3軒回った。でも、うん、ファミマ2軒とセブン最後に行って。でもやっぱこういうご飯系ってセブンが一番美味しいから、セブン行ってよかった。でもこのチャーハンちょっと味薄い、塩っ気がない。うん、3軒で買ったわけじゃないけど、1軒目ファミマ行ってあんまり売ってなくて、2軒目のファミマもなくて、最終的にセブン。今日はさ、衝撃的な話があったんだけどさ、話していいのかな、話していいのかな。うん、ごめん、バーッとさせちゃった。次、2分30秒です。聞きたい？じゃあ話しちゃうね。怒られてもごめんなさいしよう。今日、まあ、稽古終わりにね、うん、稽古終わりに美容室行くために、まあ電車乗ってて、うん、まあ、日のこと帰ってたんですよ。日のこと帰ってて、でそしたらめっちゃひなこと端っこ座ってて、左、向かい左の端っこにめっちゃ太田彩香ちゃんに似てるなって思う子がいたの。 SK のね、同じ車両でね。そう、うん、いやでも違うんだろうと思って、ちょっとインスタ調べて、あれ？と思って、あやかじゃねえみたいになって、で、YK アットマーク、うなたん、神押さんと、みーたんさん、ありがとう。そう、あやかじゃねえってなって、で、あやかにその場で LINE したの、今、東京みたいな、そう、東京だよみたいな、言われて、そう。え？と思って、でその時地震があったから、地震の直後だったから、なんか彩香は地震大丈夫っていう LINE を打とうとしたんだけど、私はなんとか線乗ってるって聞いたんですよ。そう、そしたら彩香が探し始めて、で目あって、そう、たまたま彩香と同じ電車だったんですよね今日。あ、終わっちゃったっていう
岐阜で会ったことないのにすごくない？岐阜で会ったことないの、東京で会ったの。こんな広い東京でだよ、すごくない？感動しちゃった、うちっていうお話。でもホラーだよね、なんとか線乗ってるっていうのは。次は何分だ、4分後30秒、ねっていう話でした。そう、ん、変な話でした、変な話かと思った。いやいや、そんなそんなっていう、そう、びっくりしちゃった。うん、感動した、めっちゃ似てると思って、ね、でも東京いるかと思ってっていう、なんか、ね、案外広、狭いんかもね。大熊猫さん、ありがとうございます。目良くなってきてる、これまだいるんだよね。でも明日には消えないだろうな。うん、これでも 2,3 年会ってなくて、多分そうから余計にびっくりしたっていう話です。次、6分30秒、おねしゃす。こんな感じ。匂いのように遭遇できる世界線どこって。その辺、意外とその辺いるんじゃん、うろちょろしてるんじゃん。野菜買ってないよ。今日は、あとは、じゃあごめんね、急にもう話変えるけど、今日はそう衣装着て稽古したんですけど、マジバナちゃんありがとう。そう、衣装着て稽古したんですけど、私そう、なんだろう、実物、自分の衣装の実物を初めて今日ちゃんと見たんだけど、すごい、なんだろう、メンバーに褒められた、似合ってるって。いっぱい似合ってるって言われた。こんなんだったとは言えないんだけど、すごい似合ってる、服部っぽいって言われた。いっぱい今日は。そう、嬉しかった。からもう本番楽しみにだね。あの制服じゃないんだな、それが、それがな。600、70、今日はメイクしてます。でも若干ナチュラルかも。
壁薄そう。取れました。うん、で9分30秒お願いします。うん、何色に見える？うん、なんかグッズも今日だっけ、アクスタとブロマイド。ゲットできたかしらみんな。遅い時間に食べて見せてる。うーん、でも毎回毎回遅い時間に食べてるわけじゃないけど、ダーティーハリーさんかな。ありがとう。パンフレットもさ、その場で売ってないんだ。パンフレットもネットだけ。赤っぽく見える。あ、そう、なんか暗い紫みたいに入れた。入れたよ。アクスタね、やっぱアクスタをランダムにする必要はあったのかと思うけど、まあ本当にみんなそれを交換かけてねやってもらうしかないよね。うん、うんうん。劇場版劇場のパンツ T シャツのね。でもやっぱ今日、言えないわ。言えない。今日私が言われ、丸尾さんに言われたことは言えないわ。言えないわ。パンフもランダムってどういうことやねん。言えないわ。でも今日はまあ衣装着てやってみてからこそ私ができなかった部分がいっぱいある。自分でも分かってた。もったいぶるなとかじゃないんよ。もうネタバレになっちゃったらさ。次12分30秒。うんね、お話し会の際もみんな着々届いてるみたいでよかった。1月のやつだよね。今日さ、じゃあ私がやってしまったって話していい？今日さ、今美容院行ってきたからさ、もう髪の毛をさ洗わなくていい状態なの。もう洗ってもらったから。だからまあ洗いたい人もいるかもしれないけど、私は洗わないんですよ。そう、染めてもらったからね。なのに。ヘアオイル買っちゃったの。洗わないのに。超バカじゃない ?700 円、800円くらいかけて。家にあるのに。マジでバカ。マジでバカ。これでシャンプーとか買おうとしてた自分が怖かった。危ないと思って。トゥルントゥルンだよ。リランムシさんと、持ち帰るよ。マイキーさん。あとエニョさん。そうね、おバカちゃん。まあさ、使わなくないものだからいいんだけど、サラサラだよ。うん、もう明日からお家でね使える。危ない。なんでこんな不安定なのさ。うん、お腹いっぱいになってきちゃった。でもあとちょっと、なんか甘いものとか買おうかなと思ったけど、ちょっと明日のこと気にして買わなかった。でも
朝食べるかなって思っておにぎり買って、返品しません。使うよ、いつかは。みんな何色だと思う？高菜明太子食べるよ。この前サバ食べたし、タコ飯も食べてるでしょ。明太子も食べてる。次、15分30秒です。ちょっと見れなくなっちゃった。どうやって、あ、できた。15分30秒。桃色をね、桃色をね、青、紫、オレンジ、薄紫、赤、紫、水色、がっつり紫、赤、青、うん、あー、ちょっ、なるほどね、結構ばらけますね。まあ明日の楽しみですね。これもスマホスタンド忘れちゃってさ、今コットの上に置いてる。亀丸さん、たたくやんさん、ありがとう。すごいな。カラオケじゃないよ。寒いんだけど。暖房ないのかな。あった。私ホテル苦手なんだよね、一人の。寒いもなるよ。うん、なんかこれ卵あるんだけど。誰か呼びたいところなんだけどさ、朝早くそういうもんじゃないんだと思うよ。見るたびなんか食べてる、恥ずかしいな。でもちょっとむくんじゃうかな明日。ねえ、どうしよう、カラコン入れようか迷ってる明日。どうしたらいいんだろう。次、18分30秒、18分。確かに、そう、これさ、カラコンでやってしまったのかな、私のこの怪我。色がね、2個持ってきた。ピンク系か、でも大きいんだよね。ピンク系か、なんかちょっと色素変えるくらいの色。この前のお話し会でしてたやつか、ちょっとピンク系か。アイラインとかは引こうかな、人はちゃんと。あ、押すの忘れた。ごめん。
え、やばい、お腹いっぱい。壁薄いね。聞こえる声ね。19分30秒で押していい？暖房どうやってつけるんですか？教えてください。あ、いたたたた、ちょっと待って、なにこれ、すごいね、なんか、画期的。タッチパネルなんだけど。明日のメイクも自分でするのって。うん、まあ、やってもらうものもあるけど、アイラインとかやってもらおうかな。ヘアメイクをやってもらいますよ。斜めってね、ごめんね。朝早いって話したよ。4時だよ、4時だよ。ダーティーハリーさんとりょうすけさん、うるさいと思ってるかな。髪の毛は、で、私はまあ、これはヒントではないけど、こうなんかこうまとめるのが好きじゃなくて、なんか、いや意外と似合ってんのかな。でもあんまりみんなと一緒になりたくなくて、こうまとめるのが、これね、今の子がみんなこれではないと思うんだけど、からちょっと髪は現代風かも。まあ、この前のさ、前撮りの時もそうだったと思うんだけど。ちょっと今時っぽくしたいかなっていう感じ。次、じゃあ21分30秒です。でもやっぱね、こういうおろしとかってやっぱ着物は違うよね。知らんけど、なんでさ、結ぶっていう文化にしたんだろう。このリップが一番発色いいな、やっぱね。えねえ、これ温めちゃったけど、明日もう一回温めて食べようかな。食べれるよね。サクサクアットマークリランチさんとオプティミスさん、はあ、袴は確かに下ろしててもなんかしっくりくるんだよな。ハーフアップとか着物だからね。明日温めて食べようかな。じゃあ一回温めちゃったけど大丈夫かな。冷蔵庫入れた方がいい。この卵マジで美味しいから食べて。冷蔵庫入れた方がいいかな。食べるべきかな。冷めたら、もう冷めてる。いや、食べるかもしれんからとりあえず置いとこ。いや、食べないかな、もう難しいよ。明日の朝食べようかな。明日は17ライブでね、配信ですが、皆さんたくさんコメントしてくださいね。躊躇せず、コメントは多分殴れちゃうとは思うんですけど、ゆうなちゃんなんとかかんとかとか、ゆうななんとかかんとかってたくさんコメントしてくれると嬉しいな。ゆうな一番かわいいとか、ゆうな似合ってるとか、ぜひ。なんかもう
う自分も二十歳になった、二十歳じゃないけどさ、なるんだな。早いよね。なんかいろんなメンバーの見ててさ、大変そうとか、かわいい振り袖かわいいとか思ってたけど、自分もそうなっちゃってたんだね。もう7年後に7年経ったんだな、そっからね。愛の振り袖姿とか見てさ、愛成人したんだみたいなのもめっちゃ言ってたのに、推しの振り袖ほど楽しみなものはない。本当嬉しい。じゃあみんなもやっぱ楽しみなのかな。でも一番は直接見てほしかったよね、こんなご時世だからあれだったけど。アイポンなね。逆に愛とか、私が二十歳ってどう思ってるんだろう、オバホーの人たちって。やっと二十歳って感覚なのかな。難しいよね。まあでも開催できるだけね、ありがたいですけど、すごい。今日の私の一番の嬉しいことはドライヤーをしなくていいこと。ああ暑いです急に。あタワーユーアットマーク特製ヤンニョムうなとり丼さん、ありがとうございます。ありがとう。何タワーだろう。ありがとう。動いちゃう動いちゃう。次27分30秒にしようかな。薬局でなんかめっちゃ買っちゃったの。なんかパック買っちゃった。化粧水買うのめんどくて。メロンの CC。 で化粧水いらないと思ってるじゃん。化粧水でお肌を整えた後にって書いてある。いるやないかい。まあいっか、まあ、月夜限定だって。まあ、月夜で買うのバレちゃった。まあいっか。食べ物じゃない、パックで。見てみた。ゴンミス。美容液どう？私の大好きなミルクティー。こういう飲み物は早く捨てなさいとイーちゃんによく言われます。もうね、トートバッグできたんだけどパンパンなのよ今。台本も入ってて、明日の服も入ってるし。明日の服はこれ。パジャマないの？衝撃、衝撃なんだけど。パジャマがない。裸で出ろって言ってる。ありましたね。私27分30秒って言った？28分30秒できますかね。やばいやばい。絶対いけない、絶対いけないだよね。誰もいないわけないよね。
うん、なんか物やりながら熱い。すいません、ごめんね、ちょっとステップしてるな、熱いんだけど。あった。うん、でもなんかね、こういうとこのパジャマってあんまり着たくないね、ホテルの。着てるんだけど、なんかいっぱい食料あった。もうオイルも使わないし、マスク、パックのとこ、わかる。かといって、持ってくればよかったな。だから足冷えるよ。じゃあ次でラストにします。30分30秒です。さあ、うん、一人しかおらんかった。消すよ、ヨッシーさん、ヨッシーさんありがとう。さあ、これが終わった私はバスルーム。もう卵は明日食べよう。アイス食べたい、アイス食べたい。あ、ごめんち。なんかシグナルっていう映画のさ、フライヤーが置いてあるんだけど、イタリアンパプリンプリンアイス買わんかった。この前食べて、一応明日のこと気にしたんだよね。これ何、今ドッポングランプリって何さ。今 D クラスなんだけど、あと今日はね、ちゃんとうなたん二十歳投稿したので見てください。8メンバーみんなとのオフショット、みんなじゃないけど。じゃあちょっと明日が朝早いので、ちょっと早いんですが終わろうかなと思います。ハセモモが同い年に見える、それはハセモモの顔が大人っぽいということでしょうか。私の顔が中二に見えるということでしょうか。頑張ります。朝ショールームしたかったけど、ショールームができる時間帯ではないので、夜にしよっかな。ひゆかの座高どうなってるん。ひゆか映ってた。
映ってないやんけ。はい、もしかしたら疲れ果てた顔でショールームするかもしれないから。では読んでいきたいと思います。13位、ボンドアットマーク、ナトリのユーナのお顔大好きさん、ありがとうございます。12位、香港のケーキアットマーク、ナナレンジャーアットマーク、ナトリドンさん、ありがとうございます。11位、マヨヌスケさん、ありがとうございます。10位、エリカットバーク特製台湾ナトリのほっぺかわいさん、ありがとうございます。9位、マジバナアットマーク、ユナちゃん朝から対戦ありがとうさん、すごいね、たまたま、ありがとう。8位、チョロアレティさん、ありがとうございます。7位、ユウキさん、ありがとうございます。6位、台湾中心アットマーク、セリカ20歳のカウントダウンは毎日進行中ですさん、マジでうちのもやってくれよ。5位、ありがとうございます。5位、台湾中心アットマーク、超大盛りうなとりのさん、ありがとうございます。4位、ペロペロチーノさん、ありがとうございます。3位、おまめアットマーク、ドーミンさん、ありがとうございます。2位、TK トンからアットマーク、タイのうなとりどんさん、ありがとうございます。そして1位が U アットマーク、うなとりどん、めんどくさせるのも今日まですまなかったさ、どういうこと、ありがとうございました。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみんちょー、早く寝ます、寝れるかわかんないけど、バイバーイ。